夢夢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 夢ほら、ほら、同じ見にくいで、今日あたりは一番見にくい時。日が当たっとらんもん。へえ、金魚からね。金魚から曇るだもんね。みかんは種入らないんですけど、夏みかんがあると、夏みかん種あるんで、みかんが種が入るようになっちゃったりするんで、それ受粉しちゃってるからですね。夏みかんは植えちゃいけないほんで、アザミが一匹もおらん。おいしそうな味らめて、小さなみて。あれが多くてみんな困っとる。あ、みかんのいいですよ。夏みかんがあると、そう、みかんを植えると、みかんに種が入ってくる。それはやっぱり夏みかんの受粉、あの花粉が飛んでくるからですね。あ、そうか。はい。だから大雨の時は逆に種がなかったとかいうのは、花粉が飛んでないから。あ、はい。それで、別に路地でも同じ人でね、作れるでね。うん。だけど、あ、ハウスはこれで、7月いっぱい、やるもんね。うん、そう。ほんと今度ハウスは温度が高すぎちゃうもんね。ほんで大体これで貝をめくっちゃう。ネットを使わないのでエコだっていう面で夏でもこのやり方してる人もいます。ほう。それはゴミを捨てないために中にはそういった熱心な方も見えるので、ゴミが出ないっていう面で。外でパイプ作って、まあデメリットもうやりにくいですけど、効率悪いんですけど、まあ、ゴミが出ないっていう目でネット片付けるの大変なので、そういう方も見えますネットね。まあこれから農業はね、今言った暖房費がえらい高くなったもんね。